王宮を追われるカリンと子供たちシグリット、エリックスドッテル・バーサは、スウェーデン王エリック14世と、その愛人で後に王妃となったカリン・モンスドッテルの、間の娘。シグリットは、結婚前のエリック14世とカリンの間に、非着室子として生まれた。エリク14世は1567年にカリンと、既戦結婚し、1568年には、 対等結婚として認めさせ、仮に王妃とした。シグリッドは、生まれたばかりの弟グスタフと一緒に、母の戴冠式に出席した。シグリッドは、弟と共に、国王の着出師として認められ、スウェーデン王女としての称号と特典を与えられた。同じ1568年、父エリク14世が廃位されると、シグリッドは、家族と一緒に投獄された。 彼女は1573年には父と引き離され母と一緒にフィンランド地方のトゥルク城に連れて行かれた。1575年には弟グスタフとも離れ離れになった。1577年に不王が死ぬとシグリッドと母カリンはようやく解放された。不王敗後のシグリッドの身分ははっきりしないが王家の王女として 正式に認められてはいなかったようである。彼女は王女とは呼ばれず、貴族の娘につけられる、霊場と称されており、王の被着室師と同様な扱いだったと思われる。とはいえ、シグリッドとバーサケの王族たちとの関係は良好だった。1582年、シグリッドは10枚のアンナ王女の女官になり、1587年にはアンナと一緒に、 ポーランドを訪れ、アンナの兄のシギスムンドのポーランドを退官式に出席、さらに同国に住んでいた弟グスタフと再会した。シグリッドは母カリンとも仲が良く、母の住むフィンランド地方をしばしば訪れた。シグリッドは1597年に貴族のヘンリク・クラースソン・トットと結婚したが、1603年に死別した。 そして1609年9月10日に、ストックホルム宮殿において、有力貴族、ナット・オク・ダーグ家のニルス・ニルス村と再婚している。最初の夫との間に、オーケ、アンナ、エリクの3人の子供がおり、長男のオーケは、グスタフ2世やドルフに仕えて、数密古問館、元帥となった。ありがとうございます。